はい、どうも皆さん、こんにちは。もながいです。今回はディスオーダーというこちらのゲームやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらですね、フリームでダウンロードした時にですね、まあ30分程度で終わると書いてあったので、それを信じてやっていきましょう。そうですね、まあ長くなったら前編後編みたいな感じで分けるかとは思いますが、多分単発実況のくくりで終わるでしょう。スターティング。よいしょ。暗っ。何、天心木村的な BGM が。実験室 A の〇〇。これが主人公かい？すげえ、これが主人公。以上、セーブしとこう。あ、セーブできねえや。なんだこれ。あ、セーブできるわ。もう嘘ついたわ。ごめん。ちょっと待って、キーワード。記憶混乱。記憶が曖昧だ。はあ。これ無視することはできないんだろうね、きっと。契約書を手に入れた。アイテム契約書。気がついたら横にあった。まず、我々製薬会社 LCU の薬物実験に参加していただいてありがとうございます。丸二つ。私たちはあなたの同意によって薬物を使い薬物の効果があるかどうかを確かめるためここに来ていただきました。薬物のせいで少し混乱しているか記憶がない恐れがありますが、ご安心ください。これは実験の一部です。いや、安心できねえぞ。今からあなたは様々なテストを受けさせていただきます。今からあなたにはね、ごめんなさい。もうグダグダ。どうか積極的に参加するようにお願いします。ちなみにあなたのテスト中に起こる事故に対しては全てご本人様の責任であることにサインしていただきましたので、その点もまたよろしくお願いします。いや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 、絶対やばいこれ。もうだってさ、この記憶が曖昧とかさ、もう記憶がなくなってるかもしんないっつって、かつもうサインしてありますってのは、これは絶対サインしてないからね。もうやばいな。鼻がちょっと花粉症がね、ほんとひどいんですよ。あのね、やばい、あの、へい、やべ、もうティッシュ、あのね、やばい、ほんとにね、花粉症ね、半端ないんですよ。なんだこれは。ジョージ、ヘレン、ジェーン、アシュリー、キャサリン。は？あ、やべ、なんか書いてあった、メモった方がいいのかな？フレッド。これは？ボニー、デイビッドか、あのクロックドマンのね。よいしょ。エドワード。え？取っ手がない扉、開けることはできなさそうだ。はあ、開かない。そっか。こっち？お、開いた。01。何これ。全部で何人か？あ、あいつらね。ね、開かない。やばい。鼻がやばい。あー、やべ。あのね、多分見てる方で花粉症の方いると思うんですが、ちょっと待って、フレッド一人、あのね、ほんとひどいんですよ、私の場合。二人、なんちゅうかね、血が出るんですよ。三人、あの、ほんと何もしてないのに鼻から血が出るんですよ。もう鼻炎で中が、鼻孔が荒れて、四人、5、6、7、8、9人。オッケー。
あ、てかこれ何これ何これ何てんてんてん、もうわかんないもうわかんない、もうゴルゴ13状態になっちゃったもんな。く、お、なんだ、またゴルゴ状態。あ、開いた。右側から音がした。カプセルと紙切れを手に入れた。あー、やばい、死ぬからセーブしとかないと。あー、ちょっと待って、セーブが先。オッケー。紙切れ。ロックがかけられていた箱から出たもの。おめでとうございます。あなたは第一段階のテストを無事に終了いたしました。二段階のテストからは、もっと詳しい実験を行います。メモと一緒に入手したものを飲んでください。なお、我々の介入はここまでです。丸二つ。これ以上は実験者一人でテストを受けてもらいますので、ご承知ください。これ以降はじゃねえの？わかんねえ。ワイヤー。最後に実験コースからは絶対に外れないでください。フリじゃねえぞ。絶対に外れんねえ。外れんじゃねえぞ、この野郎って。はい。つうことで、こっち行けない？あ、行けないね。ゴルゴ13になっちゃう。じゃあ、あ、ちょっと待って。B 式で真ん中から行きたいわ。私の謎の B 式ね。アイテム、謎薬。いきます。はい。飲むか、飲む。は？実験体の木、ちょっと待って。うわ、な、急増えた。え、なにこれ？え、なにこのチャンピンク。ピンクちゃん、チャンピンク。ちょっと待って、やばい。鼻がほんとやばいっすよ、これ。よいしょ。オッケー。母さん、ただいま。おかえり。何おって。おかえり。友達と一緒みたいね。友達と。ごめんなさい。友達と。もうわかんない。こんにちは、おばさん。お前さ、安倍鬼に出てきたよな。なんで、たけしだっけ？わかんねえや。お前、ねえ、安倍鬼に出てきたもんな。何お前。こんにちは。こんにちは。もう声分けない。俺もう声分けない。こんにちは。ほほ、そうね。こんにちは。パッティの準備が。パーティーね、これ。多分。パッティって意味分かんないからね、もう急に。急にパッティって出てきたらもうほんと分かんないから。パーティーの準備がまだだから2階で遊んでてね。うん。ちょっと待って、鼻がさ、ちょっとやばいんだよ、ちょっと。みんな行こう。てかさ、あの緑髪の男、もう安倍鬼のあいつがさ、なんだこれ。もうあいつがパラダイス状態とか言おうとしたらなんかわけわかんなくなっちゃった。はほはほは。何？何なの？いやー、一生。何なの？ちょっと、なんか下に誰かいたしさ、おっと、B〇〇？え、終わり？だって今何分やった？ 8 分まだいけっか？まだいけっかってか、ちょっと、じゃあ、行きたくない、あ、そう、行きたくない。お前の主観入れてきたか。ちょっと待って、鼻が本当に痛って、行って、もう。あー、行って。血が出てんだべ。サイコロ。何が？これは？いや、まだ。で、こっちが？開かない。こっちが？取っ手がないと裏開けるのはできぬい。こっちも開かぬい。あー、上があんのか。え、瓶。あー、で、ここにスイッチがある。長いガラス瓶。ちょっとなんかヒントかな。長いガラス瓶。
ツルハシ、何これ、鋭いツルハシ、なんか形容詞つくな。きらめくスコップ、あ、今をきらめくあのスコップ、もう無理やりだな、きらめくスコップ、長い瓶、鋭いツルハシときてきらめくスコップ、はあ、でここにスイッチあんのか。で、あ、これ実験室の番号になってんの。あ、ロープ、ヒッチコック、あ、あとね、あのね、予想する、長い瓶でしょ、鋭いツルハシでしょ、きらめくスコップでしょ、長いってのは使ってんだよね。汚い、汚い。しなびた、しなびたロープ、しなびたロープ。ロープ。それだけね、それだけね。はい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 。わかったわかった。ロープはロープ。ロープはロープ。それでもロープはロープ。オッケー。誰が何と言ってもロープはロープ。オッケー。わかった。ロープは、ガを突き通すやつだな。誰にも何にも言わせないってやつだな。もう。俺はロープだ。ただロープだ。ロープ。俺はロープだ。オッケー、ロープ。で、一通り見ていくか。お！これは、なんだろう。長い使ったっしょ？きらめく使ったしょ、鋭い使ったしょ、実は古びてん、古びたナイフとか、古びた、剣とか、間違えた、包丁、包丁、もう何でもない何でもない、ごめん、これ包丁とは呼ばないわ、あ、ロープ、ロープ。包丁、これが、これが包丁か。いや、板前さんがこれ使ってたら人形沙汰怒るけどな。うん、絶対人形沙汰怒るわ。あ、ここは何でもない。つうことは、3156の部屋順に、このスイッチを押していけばいいんだなと。オッケー、わかった。3でしょ？ 3 でしょ？ 3。スイッチ押します。もう動かないとか言うね。怖いじゃねえか。1。おいしょ。長いガラス瓶。よいしょ。で、下5かな？ここが5でしょ？ 5 ね。包丁とロープね。315で、次6か。こっちか。よいしょ。OK。あー、ちょっと一旦セーブしていい？一旦セーブしていい？12分ね、オッケー。オッケーで、ここだ。右からオッケー。は？こっちだ。オッケー。またか。キーワード、あ、キーワード増えたね。実験。私は現在変な薬物実験を受けている。誕生日に参加した。変な現象。薬を飲むとものすごい幻覚が見えた。時間がある程度過ぎると消えるそうだ。私の名前の友達の名前だ。ごめんなさい。私の名前の友達って意味わかんないもんな。私の友達の名前だ。あ、フレッドとかそういうの？もう触れる必要なさそうだ。え？あー、飲まないといけないのか。そっかそっかそっか。ちょっと待って、一旦セーブ。一旦セーブ。あー、もう違う、もう。で、13分アイテム、もう。もう X と Z がどっちだか分かんなくなるんだよ。どっちがキャンセルで、どっちがあのね、あのアセプトだかね、分かんなくなっちゃうの。間違えちゃったー、もう。もうバカになってきた、本当に。これ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 。ロックがかけられてる箱から出てきたもの。飲むか、飲まない飲まない。うわ、飲まない飲まない来たよ。何なの？でも飲むわ。ははは。なん、ようやくできたわね。娘が喜ぶでしょう。ズバリ、娘が喜ぶでしょうみたいな、丸尾くん的な。娘が喜ぶでしょう。こんなに早く来るとは思わなかったわ。なんだろう、これ、カニ玉かな？
チャーハンかな。いやでも右上にあるあのまな板の上に乗っかってる切れた長ネギ、あのドスンって切っただけの長ネギを見るに、あチャーハン、でもカニ玉にもネギ乗っかってるもんな。そしてお前、お母ちゃん、お母ちゃんさ、あの目の前にある巨大なナイフなんだろそれ包丁お前それも。お、なんだ。まだパーティーをするには早い時間だよね。ちょっと休んでから上がるのがいいわね。次のニュースです。現在〇〇地域で起こった4つの殺人事件が、ちょっとやばいやばいやばい、ああああ、すべて一人の犯行だと警察当局、ちょっとわかんねえ、警察当局じゃねえの、警察当局は言いました、言いました、発表しました。まあいいや、まあ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 、まあ、あら何かしら、ちょっとお待ちくださいね。警察は現在犯人の追跡にほぼ成功し、誰ですか。思いっきり平手打ち食らったな今。犯人が捕まる前にやって、ごめんなさい、犯人が捕まる前には戸締まりにご注意を。あ、またまた変なとこ来たな、またか。え、何何なの、ちょっと待って、もう一回入っていい、これなんでもないのね、ちょっと一旦セーブ。あー16分、ちょっといい時間になってきちゃったかな。じゃあ一旦ここで区切りましょう。ということで今回これにて終了。次回で終わるか、もしくは全中後編になるかもしれません。じゃあ次回もまた、どここれ、精神世界でいいの、精神世界、精神世界。じゃあ次回もまた精神世界で会いましょう。さよならさよならさよなら。 Thank you.